はい、こんにちは、ラチです。さあ、やっていきましょう。今回は NFT アートについて話をしようかなと思います。NFT アートっていうとね、まあ、あんまりピンとこないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。だけれど、この NFT アートっていうのは2021年すごい新しいジャンルとしてね、注目されているものなんですね。で、むしろ NFT アートっていうのは今後美術史に深く関わってくる内容じゃないかなと思っています。ということで、この今年2021年ホットだった NFT アートを今年中に何だったかをね、こう整理したいなと思って、今回話をしていこうかなと思います。そもそも NFT って何か、まあ、ノンファンジブルトークンって言うんですけど、まあそのね、砕いたってよくわからないですよね。で、これ NFT が何をしたかというと、デジタルに新しい価値をつけるっていうことを試みた。これが NFT がやったことなんです。価値って何で生まれるか、需要と供給のバランスですよね。今までのデジタルデータって何だったかというと、いくらでもコピーペーストできますよね。だからいくら供給が多かろうが少なかろうが、もういくらでもできてしまうので、価値という意味ではそこではつけづらかった。それを可能にしたのがブロックチェーンだったんです。ブロックチェーンで何をしたか、唯一無二のデジタルデータが作れるようになった。だから作れたのが仮想通貨、暗号資産と呼ばれるものですよね。ビットコインとかね、イーサとかなんかいろいろありましたけれども、まあ、そういうことができるようになったよ。で、これを応用して、ブロックチェーンの技術を応用して、作り出したのが NFT、ノンファンジブルトークンというものです。で、この一点物という特徴と、美術が持っていた、もともと一点物でね、それで価値がすごい高くって、需要に比べて、供給がものすごく多かったからこそ価値ができてきた、この美術と相性が良かったので NFT アートというのが、まあ、2021年注目されたかなと思います。じゃあなんで NFT アートに価値が出るのか、まあ、その仕組みは分かりましたよね。だけど、じゃあリアルなものと NFT デジタルにしたものと、どう違うのか。そんなね、わざわざデジタルデータにしなくていいじゃん、リアルでこれだけできてるんだから別にいいじゃん、なんで NFT アート注目されたのっていうと、実はある事件が起こったからなんです。もう事件と言っていいと思うんです。何か、2021年3月12日です。 NFT で世界最高額、その当時の、今でも最高額ですけど、の落札されましたというニュースがありました。いくらか、一つの作品でデジタルデータがですよ、75億です。すごい、75億。アメリカ人アーティストのビープルという方が、デジタルコラージュ作品を、制作しました。で、それが、まあ、クリスティーズでオークションハウスで落札をされましたよ。それの値段が75億ということだったんですね。それでびっくりしたんです。もう世界中が、NFT って儲かるの？ NFT ってこんなに価値がつけられるのか？ということで、もう資産的な目線で、すごく注目をされたんですね。2021年の春です。この時代どうだったか振り返ってください。2020年、コロナがありました。コロナがあって、資産的なね、ジャンルっていうのは、例えば、通貨とか株式とかね、不動産。これがコロナの影響をめちゃくちゃ受けて大暴落したんです。だけどそんな中、アートのジャンルはダメージを受けなかったんです。むしろこのコロナの影響で他のジャンルが軒並み下がったから、このアートというものが再注目されて、アートの価値がもうめちゃくちゃ上がったんですよ、このコロナの時代に。で、そうやって、あれ、アートって結構資産的にね、ジャンルが、新しいジャンルとして確立できるんじゃないかということで、注目されていた中、 NFT アートがこうやって登場してきたんです。
ここには多くの方が新たな可能性を見たと思います。ということで2021年の春ぐらいからこの NFT アートというのが注目され始めました。もちろんね、その前から NFT とかその NFT アートの活動っていうのはいろいろあったんですけれども、まあこのね75億で売れましたっていうところが、落札されましたっていうところが、まあ一番ホットなニュースだったかなと思います。さあそんな中、いくつか代表作を見ていきましょう。やっぱり NFT アートで、2021年注目したいのはこちらです。クリプトバンクス、このドット絵もう本当にちっちゃくって、あの顔のねアイコンがドット絵で描かれているっていう作品なんですけれども、これがね1万点あるんです。1万点全部顔が違うっていう、なんかこうツイッターのアイコンにもできそうな、フェイスブックのアイコンにもできそうな感じの、まあ かわいらしいねあの作品なんですけれども、でこれをね AI であの全部量産してね、一つ一つ違う顔にしてくださいということで、まあ、1万点制作しましたというのが、まあ、このドット絵の作品もあの高額で落札された作品の一つなんです。例えば個人が約8000万円以上で購入をしていたり、企業もこの作品を購入していました。あのビザカードのビザが、1650万円でこの作品1万点の中の一つのドット絵の絵のアイコンを、1650万円で購入をしたそうです。NFT アート、こんなちっちゃいドット絵の、本当だってデータとしては JPEG とか PNG ですよ。でこれが1000万以上で売れるっていうことで、もうめちゃくちゃ注目されたんです。日本人のアーティストでも、まあ、草間彌生さんとか村上隆さんとかっていう、あの日本を代表するアーティストの方もこの NFT アートに注目をして、出品をしている方の一人でございます。ということでね、まあ、注目を集める NFT アートですけど、これまでのアートとまた一つ違う特徴があるんです。それはデータが追跡できるっていうところなんです。これ何がすごいか、今まではできなかったんです。今までアーティストが恩恵を受けられなかった部分がもしかしたら NFT でできるかもしれないというところなんです。何か今までのね作品を制作して販売するっていうこのやり方、例えばアーティストが絵を描いてで売るじゃないですか。売るときに、まあ、大抵の場合はギャラリーを通じて売ってもらうんです。でギャラリーに売ってもらう、例えば、何十万で売れました、50万で自分の作品が売れましたってなるじゃないですか。でそうやって書いていくんです。でその、ギャラリーで50万で売った、コレクターの人が、オークションに出すとするじゃないですか。でオークションで200万で売れましたなったら、まあ、そのアーティストとしては200万の、価値を描いたアーティストにはなるんですが、200万手元に入ってくるわけではなかったんですね。アーティストの利益としては最初の50万の部分で、それであのまああの利率がこうあってあって、こうギャラリーとねあって、でその差分をもらうわけなんですけど、それ以上はもらってないんです。だけど作品っていうのはオークションとかコレクターの間で転々とされていって、でその中でだんだん高額になっていくという仕組みでした。だけどアーティストの恩恵は受けられなかった。だけど NFT アートになるとこれがずっと追跡できるっていうんです。追跡できるとどうなるか、売られるたんびにロイヤリティがアーティストに入るっていうんですよ。これすごくないですか？で今までできなかったことが NFT アートによってできるかもしれないということなんですね。いやそうやって思うとまた新しいなんか夢が広がるなっていうふうに思いました。ただこの NFT アート、いいところばっかりではありません。いろんな人が絶賛だけをしているわけではありません。否定的に見ている人ももちろんいます。例えばねバンクシーの作品です。バンクシーがまたやらかしましたよ。まあやらかしたのはバンクシー自身ではないんですけど、バンクシーの作品がまた注目されました。これがですねモロンスという作品があります。まあその間抜けとかたわごとっていう意味の、
言葉なんですけど、その作品は、まあ、オークションハウスをちょっと皮肉ったような風刺画のような作品なんですね。でこれが2006年にバンクシーが発表して販売されましたと。でその作品が2021年どうなったかというと、そのコレクター、その買った側のコレクターの人たちが NFT 化したんです。 NFT 化してまあオークションに出すんですけど、その後原画を燃やすっていうことをしたんですね。でこれで注目されたんです。元の絵を燃やすことによって、いやデジタルの方が本物だよという証明を作ったっていう事件が起こったんですね。でこれが YouTube にも公開されて、もう YouTube のコメント欄も賛否両論あるんです。素晴らしいっていう、あのこの時代に合っているっていう言葉もありつつ、いやこんな時代に生まれた僕は悲惨だっていう、ちょっと嘆きのコメントが出てたりとかね、まあいろいろあったんですけれども、まあ、そうやってね、まあ、その NFT に対してちょっと攻撃的な姿勢を見せているという側面も出てくるのかなと思います。ちなみにこの、モロンスという作品はバンクシーがね、あのコメントをメッセージを残していまして、このメッセージがまた皮肉なんですけど、あなたが実際にこのタワゴトモロンスを買うなんて信じられないということを言っているんです。まあ、そのねメッセージを書いたのが、あのこの NFT 化すると思わない時に書いたんですけれども、まあその今回の燃やしたっていう事件もひっくるめてこのメッセージが効いてくるかなと思います。この話をパロったのかしたのかしてないのか、日本でも同じような、NFT のね、あの動きがありました。燃えるアート展というのを日本人の早稲田大学の学生が、まあ、開催したんです。でそれも、原画を集めて、でデジタル化して元の作品を燃やすっていうパフォーマンスでした。ね、そういう風に、まあ、デジタルアートっていうのが、本物の価値をなくしてしまうのか、で、はたまた新しい価値を見出してくれるものなのかというのは、まあ、これから議論の、議題になってくるかなと思います。またですね、面白い挑戦状を出したアーティストもいました。これがイギリスのアーティスト、現代アーティストのダミアン・ハーストという人です。この人がね、2021年、今年の7月に出した作品が、ザ・カレンシーっていう作品です。通貨っていう作品を出しました。これ何したか、ドット絵です。ドット絵っていうと、さっきのね、クリプトパンクスみたいな、あのデジタルドットではなくて、もう点々を描いていくっていう。どっちかというと点描画みたいな形で、この B5 ぐらいのサイズの紙にこう点々、カラフルな点々を描いていくっていう作品をダミアン・ハーストが発表したんです。でこれなんで面白い挑戦状かというと、これ、まあ、もちろん NFT 化しました。でこれ1万点作ったんですって。1万枚、しかもハンドメイドで作ったんですよ。ハンドメイドで点々を描いていって、しかも一個一個の全然違う作品にするんです。全部ドットの点描で描いていくんですけど、まあその大きいあのドットの丸が大きいものだったり、すごい細かいものだったり、もういろんなバリエーションを作っていきます。しかもそれだけではありませんでした。紙物に価値を作ろうとして、透かしを入れてみたり、裏面にサインを入れてみたり、デジタルでは反映できないような価値というのを紙の状態で制作したんです。それが、まあ、あの偽造されないような偽造防止策として、まあ、トータルで9個ぐらいの防止策をその紙状でしたっていう風に、まあ、それこそ通貨ですよね。その1万円札だって偽造防止策として透かしがあったり、ちょっとピカピカ光ったような印刷特殊インクを使ったりとか、いろいろして、まあ、あの1万円札というのができてるじゃないですか。ダミアン・ハーストはあのこの通貨という作品で、同じように自分のドット絵を、紙状であの価値をつけるために、でしかもこの一点物ということを証明するかのように制作をしました。でそれをデジタルアートとしても出品して NFT 化して、で出すんです。でどういったか、これが面白かった。
NFT 版とリアル版っていうのを両方用意して、1万枚のそれぞれでね。で、まあどっちも20万です。約20万で販売しますと。俺の作品ダミアン・ハースト、現代アーティストの巨匠ですよ、の作品が1枚20万で、で、唯一無二の作品ですと。でも NFT 版と、リアル版両方用意します。もしあなたが NFT 版を購入するんだったら、このリアル版は破棄します。まあ反対でもしかりですよね。じゃああなたはどっちを買いますかっていう、こういう挑戦状をね、あのダミアン・ハーストが作ったんですよ。いや面白いなって思いました。みんなが NFT を選ぶのか、はたまたいやそうやって言うんだったらやっぱりリアルの方が価値があるよって思うのか、そういうことを説いている作品なんだなと思いました。さあいかがだったでしょうか。 NFT アートとは、まあね、あの現物主義が強い美術品にとっては、まあ、こうやってデジタル化に参入したということがまた新しい動きでもありますし、まあ、そこに対してのちょっと抵抗感とか、まあ、このダミアン・ハーストとかバンクシーの作品のように挑戦状を仕掛けるような動きも出ているかなと思います。新しすぎて現在はちょっとみんながどうやって扱えばいいのかというのを模索している状態かなと思います。そんな中でやっぱりそのアーティストのこういう動きもありますが、どちらかというとあの市場的には投機目的で参入している人も目立つような気もしています。これは私の意見もそうですし、まあ、いろんな人がそういう見解を言っているかなと思います。 NFT だから全て価値があるわけではないのですが、まあ、これからちょっとずつ精査されていって、 NFT の中でもやっぱりこれが価値があるとか、これは、まあ、あの後々価値がなくなるっていうのがだんだん精査していくのかなと思います。今はその発展途上、そういう時期かなという感じですね。だけど希望もあります。これまでできなかった、アーティストの還元ができる、ロイヤリティがもらえるかもしれない、手に入る、そういう仕組みが、まあ、この NFT の中には含まれていますので、新しい、価値として、まあ、見出せればいいかなと思います。 NFT これからもね、目が離せないジャンルだと思いますので、ぜひ皆さんで一緒にチェックしていきましょう。このチャンネルはこんな風にアートの話とかデザインの話とかしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんの応援のおかげで今回本を出すことになりました。大人の雑学西洋画家辞典、人柄がわかるエピソードで楽しく読める、2022年1月13日発売です。ぜひ Amazon をチェック。